タイトルハート、コマ、水、あ、泡、カー君短冊、かけひろハート、クリームを短冊、かせがます、結婚してありがとう、やらけ帰ってくね、ひさハート、かぜハート、コマ、泡、かぜハート、中西浩二ハート、クリームを短冊、レンジャーケット、ハート、コロちゃんかと思ったら、クルちゃんですよ、クルちゃんの気分、ツー短冊、かぜハート、ゆきひろハート、風流の音だった、ケイト短冊、ナイス短冊、マックス越もハート、テテル君会いたい、カズヤハート、ひらきさんハート、タスビダニアタコ、カズヤハート、ナイスハート、カズ君あわ、ひらきさんドルマ、ルアン短冊、ナイスハート、ゆいお疲れ、フィキマジ会いたい、ルアン短冊、アツイス短冊、キュールあわ、ヤスナリあわ、アルタイルハート、キンティドルマ、ラベンダー短冊、ゴッシー短冊、キンティドルマ、アツイスあわ、キュールあわ、マコちゃんあわ、ゆきハート、コマ短冊、アレス、お疲れ様、ありがとう、あたしあわ、あたしみなにハート、まこと短冊、あたしあわ、まいちゃん短冊、あたしあわ、てしゅんハート、だす短冊、つみなにハート、おらちハート、つかわ、ほせやさんあわね、ララポート待ってます、嬉しい、たんほせろさんあわ、まーちゃんハート、出てくんあわ、先輩あわ、かあわ、ギリギリセーフグーでいられる、いなくなったら寂しいよ、だからみんなの前出してよ、恋はいけないことなんて教えてくれなかったじゃない、広くハート、ディフワット3日間都市圏、お、すごい、そう今日発表されたんですけど、ティフに出演させていきま、日本語また喋る、ティフに出演させていただきます、嬉しい、2022年 2.5 キロ出て以来ですね、嬉しいです、頑張ります、東京アイドルフェスティバル、久丸短冊、2短冊、なみち会いたい、久丸短冊、昨日からコギメンが切り替って、やばい、推し編これ、ヤマピー短冊、ミキョ先生ハート、ミキョ先生ハート、ひらつぐあわ、ミキョ先生ハート、ヤマピー会いたい、あ、おめでティー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 、ミキョ先生ハート、確かに2ヶ月で予習した場所なのか、おめでとう、ありがとう、トンちゃん会いたい、ケム短冊、あ、嬉しいね、カー君ハート、トトミチさんあわ、オロチ短冊、春望ハート、 2.5 期の4人ステージね、もう今考えたらもう本当にすごいことで、アキラ短冊、テイカー名前が英語になってるハート、まさか短冊、まなちゃん短冊、ぜひお待ちしております、東京アイドルフェスティバル、トマトポのようなあちらしハート、いや、ティフね、これさ、クレンパ、パチパチ、頑張るしかないやん、さあやんさんですね、ミスター花インズのようなティフ行こうかな、え、ぜひ来てください、あ、ティフに来る来る、来たー、来るじゃないんかいですよ、本当に頑張ります、藤玉短冊、インズあわ、わせぽもち短冊、柏木まさき短冊、インズハート、ニッシー短冊、他のグループの人に会えるかも、え、そうなんですよ、インズあわ、わせぽもち花、もう別にそのそこをね、そこを楽しみに行ってるわけじゃないですよ、もちろんティフに出演させていただけることのありがたいことと、こうたくさんの人に ST を知ってもらうっていうのと、好きになってもらうとか、まあ ST を知って来てくださってる方には良かったと思って帰ってもらうのがもうナンバーワンで、それはもう本当にそこが一番で、で今回のティフのティフに乃木坂4期生さん、松尾美優さんいらっしゃる、松尾美優さんいらっしゃる、
4期生っていう初回から見てるけど、あ、行ったことない。え、ぜひ来てくれ。ティフのチケット、お、確保済み、すごい。イズハート天使の具単独レスにしてはレアだった。え、そう、え、そうそう、片思いの入り口やったよね。片思いの入り口、天使の具、あわ、アサルプモチ、ハートハマー短冊、え、同じ日、同じ日、タカ救急売れました、日の光、あわ。え、でもあのね、お話し会がね、あ、ちょっとオタク話、私最近行けてないんですよ。松尾美さん、せいやん短冊、やっぱ自分の話し会と被ることも多かったり、あのくるくるがオンライン話し会とかリアル話し会ある日にこうやってたりするので、なかなか行けてなくて、でなんか最後の受付をしてて、でもその最後の受付、お話し会の受付の日に自分がティフに出るかも分かんなくて、あとなんかあれなんよ、さ、そのお話し会の日があれなんよ。くるくるはスパークに出演しますので、しこま短冊話せないと、マスターから連ました。そうどうなんじゃろ、あれが最後かもしれん。おきさんとひなさんがあのアイドルのやつ、やくぼさんの出演したしてすぐのお話し会って話した最後かもしれん。それが片思いの対角線、あ、通学路偶然十字路で出会ったですね。あ、ティフは配信あるはずだから配信見る。お、見て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 、マサオ花、いや、そう、認知切れ説はある、全然余裕で、まさかずハートてか、そもそもは認知されているのかみたいな話ではある、話ではあるけど、でも言われたんですよ、その生のアイドルが好きか、生のアイドルが好きだっけ、その沖さんが出てて見てましたって言ったら、ゆうかちゃんがこのニコ生だっけ、ニコ生見てくれとるかなって思っとったよって言うと、ってなったんですよなったんですよ。え、全幕押さえとけば何割か、え、思ったんよ、全幕押さえようかなとか思ったんよ。くるくるだけに会えて、え、青よ、青、嬉しい。認知されてた話も切れ抜けでくるくる全部言っとる配信、おもろい、いいね。でもその切り抜きで過去のくるくるも知れちゃう、でもめちゃ見せてくれてる過去の、ありがとう。コミタンハート、あ、お外でオンライン、いや思った、結構考えた、新幹線でオンラインかとか考えた、出番10分前にとかもあるのか、カツサンド短冊、イズ短冊、ハンちゃんハート、今もお話し会、最近は行けてないけど、その生ドルあれが何、2022?23? くらい最後かな、2023が最後ですね。でもアレちゃん短冊、インビジブルマン短冊、スパークで見繰りしようとしてる、どうやってくるくると同じことしようとしてたってこと来てくれるのも嬉しいよ、スパークに。かんちゃん短冊、おじぱんビーハート、ウォーカー短冊、まさかずハート、カマカマかわいい、この生ね大変ですよ、ジェリー26、あわ、M ハート、いやそうよ、あの乃木坂さんの学園行くなんて絶対無理、 100% 無理、無理っぽ、なべこハート、ノラ、なべもの高90、あわ、あ、接続ね、スパークもね楽しみ、橋本ジョージ入れました、マミュー、なべもの短冊、ファンメスも理解できて強い、え、じゃろーじゃろーとか言って、まあ そんなあのあれなんですけど、くるくるも全然そんな強い強いオタクとかじゃないんですけど、あの
話かいね。いいよね。とっちゃんぼや。ハート。くるくる全然オンラインも好きよ。なので7月7も楽しみですよ。砂目売れました。あ、やばい。砂目売れました。チップ短冊。砂目ファイト。かきまつる短冊。つるちゃんのような健育短冊。みーちゃんハート。月影。あわー。目が回っちゃうとか言ってやばいやん。ええやばい子来たんだけど話題になっちまうよ。かーくんあわ。認知の喜びとかレッスンもらえた喜びとか理解できた愛と包み、え嬉しい。いやもうめちゃめちゃもうそこはもうねあれよ、もうみんなとも同じくらいのあれじゃけんみたいな。しかもくるくるちょっと結婚してとか言ってるしやばいよね。松尾美優さん結婚してって言ってるし、でも一回もうそのそれも私でよければって言われてるんで、私は私でよければって結婚してくださいって言ったら私でよければって言われてるのでおもろい。消える流れ星アルタイル泡気抜かれるかな。インパクトもう首石ずる泡。時間があれば確かにね、ライブもね。 XYZ 短冊なんだえそうよ。コーラ聞こえしてありがとう。やだけど書いとくね。タンタン短冊福ちゃんいいね。完全にこっち側に結婚してって作ってからあカチューシャで言ってるから任せてよ。みんなの気持ちめっちゃ理解してるよでも結婚してそんな言われないけどね。多分私そもそも私自体もレアオタクかもしれない。XYZ 短冊かんちゃん短冊ゆは結婚してありがとう。あやばいけど帰っとくね。キヨ会いたい。7月オンラインね、オンラインめっちゃ久しぶりよね。普通にそもそもオンラインって言ってます。ヌルポン短冊松尾優香さんになっちゃおうかな。カチューシャまだあるよ見えるとこに。コーラ結婚してありがとう。やだけど帰っとくね。クルクルの話がクルクルがあれつけてクルクルがつけて参加するの結婚してよ楽しそうだけどね。ピンクの空結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。黒川ガチ恋ファン多い。え自分では分かんないよね。どうですかでもくるくるにさガチ恋なんかそのくるくるなんかちょっと正統派でやってるつもりなんですけど ガチ恋できるほどくるくるがまあその彼女感を出しているかって言われたら出してないかもしれない。出せてないじゃないかなって思って。大丈夫ですか。考えときます。カチューシャ作ってほしい。ミジラの水星守りたいこの笑顔ありがとう。ニコ守って。グッズ販売いや本当にいやしかも手作りよ。じゃけんくるくるフォント和弘ハートね。4月の楽しみだよね。土曜日大阪行けるかも。お来てよ来てよ。和弘ハートトントン21ハート。あ彼女感出さくてもガチ恋ガチ恋そうあんまりいない気がする。忠誠心は高めそれはもう本当嬉しいです。でもちょっと分かるとか自分で言ったら言っていいのか分かんないけど、和弘ハートトンちゃん結婚してありがとう。やだけど帰っとくね。みじろの彗星ハートつかハートハンちゃん短冊キヨハート緊張るでいつも話せませんドキドキいいですもう嬉しいです。キヨハート
まあもうこのさあ、あ、クルクルのこと陰ながら応援してます。え、嬉しい。はい、これでさ思い出してもらおう。ガチ単独ラスから単独。これこれ、私はこれをつけて。手作りね、これ。これをつけていきました。やばすぎ本当にやばい。あ、消すかもしれない投稿って言ってたクルクルボイスのポストは彼女が、あ、じゃあああいうのをさやったらさ、みんなちょっとガチくなる。あ、かわいい、嬉しい。久しぶりに、そう、俺たちがつける、そう、みんなにもこれつけてもらって、下半期の目標クルクル覚えても、え、会いに来てね、いっぱい。正直結婚してありがとう。やだけど帰ってくる。あ、結婚してこれってことですか。まあ、インパクトには残るよね、多分ね、これ残るよね。アッキー結婚してありがとう。やだけど帰ってくるね。エヒロ短冊100本作って公演前に買うみんなで、かしこ短冊、え、好きすぎる、嬉しい。作り方、え、これさ、ここから見た人は何かと思うよ。ドロタの気持ち、いや、もう理解理解。まずはもう100均で画用紙買います。でモール買います。でこのこれも買えます。でこの白、真っ白い紙にこの結婚してこの肩書きします。でそう重ね合わせてこう縁取って、これ好きな色の画用紙で、私はペンライトカラーを意識した色にしました。松尾美優さんのペンライトカラーを意識した色で、あのこうやって切って、でこういう風に四角も切って、こうモールで貼り付ける貼り付ける貼り付けるで完成。塩はつなげたら可愛いです。塩は死と世で分けるんじゃなくて塩でくっつけてます。だから結婚塩です。これ少女こっち可愛い。クルクルの生誕祭やばい、生誕祭にみんなで つける。そうモールをそうこうやってやってるの。頭いい、くるくるかしこ短冊、あ、くるくるだけにから似合う、それ欲しい。もう配れますよ、もうこちらの人間のほっこりもうもちろんですわ。バリバリだよね。 松尾さんに向けて X でボイスの、いやもうそれぐらいしたいぐらいよ、普通に大好きです。見たんかな、メール返信とかメール取ってますから、あれ送ろうかな、そのメールのさ返信。春菜フォーエバー結婚してありがとう、やらけ帰ったくね。そうそう結婚してじゃない、塩です、塩。オンライン限定なんで、ガチ感結構ガチですね。公式グッズ白川白川短冊、いず結婚してありがとう、やらけ帰ったくね。あ、 QR コード手書きするときは、そこまで見てくださって、そうくるくるゲーム結構なんか多分工作系好きで、普通に工作系好きだからこういうのも好きだし、 QR コード書くとかも好きだし。なおさん短冊割りがるかわいい、わせぽもちハート、わせぽもち泡、天使のぐだるま、結婚しよう、つか結婚してありがとう、やらなきゃ帰ったくね、わせぽもち泡。生誕 T シャツどんなんがいいんじゃろうね、めっちゃ迷っとんよね。
秋よ。嬉しい。お話し会を知らんかったった自分は。これがデフォルトだと思いました。ネタをするようにめちゃごじっとるネタをするようになってしまった。あ、これがね、くるくるがこれを召したせいで、この結婚してがもうデフォルトだと思ってそのネタを用意せんだけどやばいやばい。もう普通話すのでももちろんいいんですよ。エンデバー、あわめっちゃ欲しいだけど、これでオンラインの待機時間耐えられる自信がないえ、いやくるくるもなんか今こうやってつけてみてさっきめっちゃ思った。なんかこれで普通本人確認とかあるやん、よくやったなとか思って、こうやって絶対さ本人確認のさ向こう側の人はさみたいな、この人なってたよね絶対。こんなのこんなん絶対何やってんだろうと思うよね、ほんまに恥ずかしい今考えたらね。もうその時は何を話すか、そのしかも学生だったからもうめっちゃたくさんお金もあるわけじゃない、その少ないお小遣いをこう使って行くお話し会、まあやっぱこう一回か大切にしないといけないや、もう命をかけてたからこんな恥ずかしいなんていう気持ち一切なかった。今考えたらあちょっとできないか、リバティのグッズ、これやばいこれやばいよ。あ、まさすきれい、嬉しい。あ、笑ってめっちゃ強いよね本人確認、ちょっとハードルすごい。確かにもっとすごい人もいそうたらお、あわメンバーに見せるグッズありますか、これですよ。いや話題になるよねこんなの。スマイマトタイ認知されたかった、でもくるくるは認知されなくて当たり前だと思って、アイドルそんな初めはそんな分かってなかったから、その認知されなくて当たり前だと思ってたから普通に話すために言ってた、推しメンには。それ気づいたらでもまあお世辞もあると思いましたけど、7月のやつオンラインで数枚握りしめて待機してもうくるくるがあったかい笑顔で待ってる、全然もう何やってんのとか言わない、すごい天才偉いよって遊園地行ってる気分だから恥ずかしいという気持ち、いやそう確かにね、でも話す直前ならもうその楽しみの方で。ハリポタのコスプレのオンライン参加した時小道具の袋を見せるのがしんどい確かにこう見せてって改めて言われて見せるのね。レイヤーハント、今自分に愛にそんなのつけられたら愛おしい気がしてこない、するするする、普通嬉しいっていう感情よ。つかハート本人確認中にずっとワンコを抱っこして待つのも確かに、ずっと落ち着かせとくのもね。 IND 単独決め顔のアイニーディー、あわ話すために行くの深い深いよね。ミキアの星子って普通に待機します、いいよいいよ確かにこれでさ待機してさ何やってんのって言ったらさもう行かないよね来れないよね、もうね。ユニバーならなんかつけれそう、無理か、これは無理か。結構たハート水路短冊、そう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 、話して楽しかった、そうなんか私なんかすぐすいませんっていう感情が出てきちゃうの、なんか私の心の中にすいませんって感情が出てきて、あのみんなにそう思ってほしいとかじゃないよ、そんな全くないから気にしなくていいんだけど、私はもうなんかお話、私なんかとお話ししてくださってありがとうございます、すいませんみたいな感じで会いに行くんですよ。なんかすいません私が来ちゃって、なんかよかった、私人生の数秒使って
話してくださってありがとうございますみたいな、私に時間割いてくださっていいんですかすいませんみたいな感じで言ってた。明日オンラインの背景整える、あいいね、嬉しい。そうやってなんかいろいろ考えてくれるの、くるくる も楽しいよね、そういう時間もね。何をこうとかグッズをこうかなとか、えユニバ行ったらかぶりも買いたくなる、わかる。セーターティーの上にくるくるデザインのリバーティーンエイジパーカー羽織る、え最強、いいじゃん、最強ツインテール、確かにツインテール。盛り上げられなくてすいませんってよく反省します、えしなくていいんですよ、しなくていいですよ。認知とかされても脳のキャパを埋めてすいませんと思う、え思わなくていいよ、思わなくていいけどわかる、でもその気持ちはめっちゃわかる。私もなんかもう私なんて覚えてもらわなくていいんで、なんか普通に話させていただくだけでも本当にありがとうございますって気持ちだった。クックの話から実際お邪魔つけて係にスルーでした、あすなんかスルーもね、スルーでね、スルーするんだって。キレ、誰も髪伸びた、結構伸びた、結構伸びてる。盛れなかったり伝わらなかったらごめんって思う、えくるくるももうそれも昇格した日の 2.5 期の配信ながらうちは作るの楽しかった、え嬉しい、そう言ってくれて、うちはね嬉しい。くるくるうちは作ったことないわ、ちょっと今度自分の作ってみようかな。奥間短冊クリンパインクして、動画 してるでもティフのさ、くるくる 2.5 キロ出たステージはさ野外だったじゃん、その次まだ出てないのかステージは。今まで先輩方が出られてたステージはどこ、室内のステージですか、ティフって。自分の作るんだったら内輪は何の文字優香かとか苦しまとかくるくるかとかでしょ、あえて苦しま、でも絶対いや難しいわ、漢字あれむずいわ、ひらがなの苦しまくるくるかな、えくるくる、まあ、初心者だけん一旦くるくるで、たんたん短冊ダイソーでも文字、そうなんじゃ、すごすでにみたいな。竜也短冊、あ室内と屋外も、あどっちもあったんじゃ、どうなんじゃろう今回、楽しみです。短冊短ハート、そうあえて苦しまん、言っとく。年によってゼップダイバーだったり、あ駐車場ね、メインステージだったり、あなるほどね。くるくるたちは何ステージだったんじゃろ、えなんかさチャートリでさ屋外ちょっとや、あの外、え屋根のさ屋根みたいなステージ出てましたよね、トモハート、確かに、あメンバーは屋根付き、オタクは雨に降られる状態だった8月じゃろ4日、雨降るかな、お1月ならお願いします、相談があります、何気になる、メンバーのところとファンの一部に、あ一部のところに部屋がある、あ部屋じゃない屋根か、なるほどね、まあ、どこでも楽しみたいんですけど、そうなんじゃん、その毎年年にもよるのか、最近は一番大きいステージは野外、あなるほどね、なるほどね、トモハートオロチ短冊苦しまのクだけおもろいヒサだけね、確かにカブリーないしね、あそう屋上のやつスカイステージ、そう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 、ミーツ短冊、いやくるくる小雨女のよ、そうチャートリがね猫耳と尻尾、多分藤川猫にハート、
去年は雨に、あ、間違えた、急に雨降ってずぶ濡れ、あ、なったんだ。一昨年の岐阜金曜は雷中止。え、去年サマステも超読まれた。え、やっぱさ、梅雨は過ぎてるの。雨やだ、お願いします。今から晴れるよ。晴れてくれ。カチューシャつけていこうかな。こやこや短冊スカイステージ死んじゃうくらい、いや暑そうだって。一番さ太陽に近いしね。太陽に近い、あ、天国に近いか。あ、台風の方か。台風の雨か。それはやばいね。キヨ単独。八月イベント多い。確かに徳島はまあ分かんないけど、四国っぽいけど分かんない。あ、夕立ね。夕立だったったったですね。貝単独。確かにレインコートがグッズ、確かに。見てこ、急にソロから雨説はあるね、それね。この前に焼肉もさ、焼肉の日さ 2.5 キロもう結構なんか あれは台風、あれな、ただの雨か分かんないけど、めちゃくちゃ警報も出たし、なんか一瞬行けないかと思っても、普通に 2.5 キの焼肉がやばって思って。ゆき、たんたくん、M ハート 2.5 キちゃん雨女集団ですよ。やばい、まあ、安住が一番かな。クルクが小雨女ガタル飲み物、頭に何かついてますか。お、よく気づきましたね。あ、服がクルクルのオタク時代のオタクグッズです。ちゃんと見えてる。何回見たらやばい、おしゃれになれんのこれ。確かにスペイベもマー君ハート、頭に何つけてるの気になるよ。これでした。そう、あずみやばいよ。りょうつん、私は絶対晴れ女って言ってた。まあ、確かに。でもあれじゃない、雨女の強さに勝てない、ギリ晴れ女じゃない。だけ自分らの 2.5 キロの中の雨に勝てるほどの晴れはいないんだ。誰なら晴らせるんかな。あ、え、ノアピは雨女、小雨女、晴れ女。まあ、ノアピが晴れ女だったら晴れるやん。ノアピが雨女だったらもう終わりやん。一人で晴らすのはちょっと無理。小雨ネブみたいな曲もまたした。え、手作りよ。大久保ハート、あ、センスいいね。真似して、思ってるかな。真似してよ。これくるくる本当に行きましたからね。これで手作りでお願いします。待ってます。雨女の力、いや強いんよ。なめこハート、ハッピーハート。雪女の可能性、あ、くるくるあるね。ふうさん、生誕祭2回と卒コンで台風、台風女ってこと。
もう雨女を超えて、それは結構あれだね、ショックですね。晴れて、そう、ノアピも雨か。あ、ノアピは雨模様から晴れたりしたことも、え、じゃあ晴れ女か。じゃあ雨が強すぎたんや。ちびぞう短冊、くるくる推しに晴れ男晴れ女が多ければ解決。確かに皆さんのあれですね、皆さんどうですか。え、字が綺麗、嬉しい嬉しい嬉しい。確かに嵐を呼ぶアイドルかっこいいね。嵐を起こしてすべてを壊すの。トゥ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 ちびど、あわ、あ、晴れ女です。晴れて晴れリア、お、晴れリアチャンス。のべっち花まきまきまき、あわねえ、ラゾーの川崎めっちゃ暑かったね。ちびど、あわ、いや、セーター晴れてほしいね。くるくる、あ、気持ちはいつも晴れ。あ、いいですね。それも結構強めの晴れ男。あ、自称スーパー晴れ男、自分ギリギリ晴れ男。おっ、あれ結構晴れ男じゃん。え、じゃああれってこと、川崎はみんなの力で晴らしたってこと。くるくるは実は晴れ女だったってわけじゃなくて、みんなが晴らしてくれたってこと。だからくるくるは雨女のままってこと。晴れて勝ち運丸ならなおさら、え、本当に一番いいよね。ここで工藤静香さん見れたら好きです、かっこいい。あの曲なべちゃんと明日晴れるかな。確かにくるくるやると心晴れる。いいこと言う。まさか誰も曇り男大丈夫、雨じゃない、雨男。お、わかる、気持ちわかるよみたいな。マックス歌詞もハート。耳をすませば心の声。ルル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 情もない。プロポーズ大作戦知ってる知っている。長澤まさみさん、あ、違うわ、あれ誰だったっけ。クロクロの配信見てると懐かしい。え、ひたろう一緒に。クロクロ昔のも好きじゃけん。昔とは言うて昔じゃないか。最近くるくるちょっと TVer 見て、最近のちょっと前のドラマを見たんだけど、フジロックもくるくるか始まったし、ティフ来島伝説、あ、台風ね、始まりたい。エアコンつけず寒い、消すと暑い、どう設定すべき。つけて布団かぶるか、消して窓開ける。川崎のリムの日焼けで腕の皮むけた、気をつけてっていうか、大丈夫、対処とか。あ、除湿モードがおすすめらしい。除湿モード、あ、かわいい、嬉しい。あ、カチューシャ6日の大阪、お、大阪高速 30% だから、これで雨なら雨なら晴らしてみせる。大阪ね、30はいけるじゃろ、晴れるじゃろ。A クラナナさん
好きです。合ってるよね読み方。長澤まさみ出てるよね。あ、プロポーズ大作戦だいぶ前か。あれあれ、プロポーズ大作戦好き。日焼けのケア、ビタミンじゃろ、ビタミン取るんじゃろ、覚えてるよ除湿機の除湿機、加湿器の加湿器。2連続カズくんハート。くるくる日焼け、まあ、したんだろうけど意外に大丈夫だった。くるくるが最近見たドラマなんだっけな、思い出せない。あの女優さん、引退された女優さん、すぐ引退された女優さん、若い、かわいい。プロポーズしたくて来るから2歳の時、あれ2歳、そんな幼いんじゃん。博士のいたずらの話、いや今日レッスンでさ、かなうとさ、ちょっとなんかいたずらしたんよ。あ、え、すごい、堀北真希さん、なんで分かったの、すごいすごいすごい、そう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 です、堀北真希さんが出演されてる、されてたドラマ、過去の見ました。なんか、え、あ、多分合ってるよね、多分。なんか事件現場に行ったら、事件現場でのあれが分かるって、犯人とか被害者の声が分かる。イヤホン、ヘッドホン外して、朝ハート、君あわー、あ、ヒガンバナ、それ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 、ヒガンバナ、ヒガンバナです、ヒガンバナ。なんかタイトルで気になって、ヒガンバナってさ、ちょっと怖い花だよね、普通に現実でも怖い花よね、ちょっと毒があるんだっけ、なんだっけ。え、のぶたも見たことある、のぶたパワー注入。ヒガンバナ1話と7話だけ見た変な、あ、イケパラのイメージ確かに強い、見たことないけど強い、なんかイケパラよく聞く、よく聞く。え、違う、 TVer で久しぶりに TVer さんを、最近ちょっとありがたいことに忙しくて TVer つけれてなくて、めっちゃもう1ヶ月ぶりくらいに TVer 見たんですよ。そしたら出てきて、過去のドラマとか出てくるんですよ。でもこう1話2話3話が公開されて、 2、3話ぐらい消えて、4話5話ってこう期限が来たら消えて新しい話が出てって感じなんですよ。だから1話は残ってるんだけど、7話からしか、またその次が7話しかなくて、1話見て7話見た1話見て面白かったから7話。エスタンプ流れ星、そう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 。堀北さんは付き合ったと言われた時は絶対ないと断ってたのに、結婚したと言われたら意識した人。えー、そうなんじゃ。いくら17が好き、いや、まあ好きよ、好きじゃけどね、好きじゃけど、17好きなんや。アルタイルハート、ゴンジーハート、そう、期間限定でから。あ、そうそう、で今日レッスンでやったいたずらは、カノンとやったいたずらはなんかくるくる、私あレッスン中になんかその返事したんよ。なんか先生がなんか言ってて、はいみたいな返事したら、まあ関係ない話で、くるくるに関係ない話に返事しちゃってて、
そのくるくるの返事に釣られて、あのカナウも返事しててなんで今カナウ返事したみたいな、くるくるさんに釣られましたみたいななって、えそういうのあるよねって話になって、なんか拍手もなんか人に釣られてやっちゃうんじゃないかみたいな説が出たんですよ、二人の間で。あくるくら飛ばしても間の話も想像で、そういうことです、くるくら想像で補えちゃいます。え、日がまだそういう意味はあるんだ、かくハート、のぶろべハート。え、そう、それでまあ今日ある曲をやったんですよ、かしげますけどハートスニートモトさんである曲をやって、その曲時期、じゃあこの曲カウントで確認したから曲で通してみようってなって、で曲で通したんですよ。だから曲で通して曲が終わった後にこうやって2人で拍手したら、みんな拍手するんじゃないかって言って曲まあお疲れ様みたいな意味も含めてね、なんで拍手したんだって言われたら頑張ったねって意味でしましたって言える感じでもあるじゃん。だからこうやって一緒に拍手しようってで、あ、やばい、踊りそうになった。終わったんですよ、曲が終わって、こうやってで二人で、でちょうどさ終わりの位置も隣でだったから、こうやって拍手したら拍手したらノアピとアズミンだけ一緒に拍手してた周りはあんまり拍手、でも何人かくるくるが見たのはノアピとアズミンだった。一緒に握手してて、あやってる、拍手と思って、なんで握手してんだくるくるとカナウのこれに釣られて二人がってやってた、それを見てニヤニヤ拍手してる、確かに誰も気づかない、そう微笑ましいやつ、日の光短冊おしゃぼうち会いたい、釣られ拍手めっちゃおもろかった普通になんかみんなでやってみてほしい。なんかさ結構さ皆さんあのあれだよね、飲み会なんか公演終わりの飲み会とかなんか行かれてる方もたくさん いるんで飲み会とかなんかわかんない、その公演終わりとかじゃなくても別に普通に友達と何人か遊びに行った、ご飯食べに行った急に拍手してみて、なんかのタイミングも全く関係ないところもあれだけど、まあ、ちょっと関係するところで乾杯終わったっつうか乾杯とかでやってみて、そしたら一緒にやってくれる人がおるかもしれない。まさかかわいいフロスト短冊フロストハート拾われました。誰も続かんかったらもうね。恥ずかしい、もう公園でやったらちょっとやばい、ちょっと怖い怖い怖い、くるくるが提案したとか言ったらもうやばいやばい怖い怖い、あ社会性の強い人は確かにそれはあるよね、そのね空気を読もうみたいなあるもんね、日本人の遊び大福アワーマクフライ短冊ラストクラップに命かけてる学生おるね、なんか最後の一拍手ね、あそれもちゃんと俺って短冊普通にやってもあやってもおかしくないんだよこれね、あじゃあ別のタイミングでおかしくちょっとおかしい時にやらんといけない、ちょっとおかしい時に、あじゃあお開きにしますか、じゃあお開きにしてそろそろ帰りますかみたいな、遠いハート分かれました、わずぽちハート飛んじゃれました、くるくる多分くるくるもう釣られる無意識にやってるちゃんと遠い短冊、あ注文した品が取れた時あいいじゃんこちらまるまるですって言ったらみんなが拍手した愛の重さ選抜、あありがとうございます、あ横断歩道渡りきた、あいいいいよいいよいいよ、お開き喜んでる、確かにお開き喜んでるみたいになるわ、店で会計したい時は指で、
あ、これね、かっこいい。これなんて意味、これなんだっけ、お会いそう、ん、ピケで、ピケで誰かが怒られてる時それはちょっと煽ってるね、煽ってる、立つつ、あ、確かに誰かがお手洗いに行ってて帰ってきた時にやったら、確かに。あ、52分ありがとう。あ、チェックで、チェックでってことね、チェックで、なるほどね。あそぼ町花、お会計お願いします。お会いそう、なんかくるくるちょっとまだ言えない、ちょっとまだちきっちゃう。愛の王さん注目ポイントは天秤のポーズ、愛の王さん初めて、タラバガニ短冊、シチューってツアー終わりとかに一本で、え、しないわ、しないかもよ。初めて飲食のバイト先に無言でさ、あ、そういうのもあるんか。でも確かに教えてもらうマニュアルにはこれは多分なさそうだから、確かに何ですか、なりそう、むずいよね、のりしお短冊、これ来ないでくださいって言われてみたい、三三七拍子もない、なんと言ってるんだっけ、三三七拍子って、お会計で、確かに一番無難なのお会計で、お金払っていいですか、客がペケして店員が、あ、確かに、あ、レッスン誕生日じゃないのにおめでとうって拍手、やばい、絶対誰か期待して私かなとか思っちゃう。え、クルーがセンターに立ってライブ映えするナースマンみたい、そう言ってくれて嬉しいです、頑張ります。確かにナーピの自己紹介3本締めは、うん、よー、え、合ってるね、合ってる、拍手した猫が寄ってきた、あ、おいで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 、後輩にごちそうする日が、え、クルクルもうひーちゃんに、ひーちゃんにやってるよ、クルクルひーちゃんに怒った、あ、私が、あ、これ一本締めか、三本締めのリズムですよー、あ、ちょっと、ピッ、どうだっけ、三期生になんて呼ぶで、クルさん、クルさん、あ、かっこいい、ありがとうございます。でもダサかったよ、払う時のくるくる、先輩だから払うよってほんと、あ、いいよって言うのにさ、先輩だからとか言って、恥ずかしい。それではスクショタイム、雨女ポーズ、おごるポーズ、任せて拍手、はい、終了。それでは告知タイム、明日、明後日は大阪のチアアップ、なんとかなるぞ、単独大阪でのイベントに出演させていただきます。出番は11時40から12時です。ぜひお待ちしています。あ、可愛かった、嬉しい、エムハート。そして7日はオンライン話し会、楽しみです。あ、8月、今日発表されたのが8月4日のティフに出演させていただきます。頑張ります、ティフ。1月
楽しかった、よかった、嬉しい、それぐらいかな。それでは明日も頑張りましょう。壇上を読みます。13位トマトポありがとう、12位マスタカありがとう、11位エースのワンペアありがとう、10位ウォッカありがとう、9位トンちゃんありがとう、8位キヨありがとう、7位ワセプモチありがとう、6位福ちゃんありがとう、5位クルリンパありがとう、4位キュエルありがとう、3位ナルドありがとう、2位ヨシゾンビありがとう、そして1位はドゥルルルルルルパーン、水色の彗星ありがとう、水色の彗星ありがとう、名前書いてくれてありがとう、水色彗星、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。よしよし、こちらこそ見てくれてありがとう。今日も明日も頑張ろう、金曜日頑張ろう。それではおやすみトール。おやすみ。